吉澤明は、日本のフィギュアスケート選手。選手引退後は、フィギュアスケート審判員を務めた。1968年、1969年、全日本フィギュアスケート選手権に、東京都出身。千代田区立連成中学校、明治大学附属明治高等学校、明治大学卒業。妹の吉澤春水もフィギュアスケート選手だった。 1969年、国民体育大会に、東京都代表で出場し、一般男子で優勝する。同年、全日本選手権に出場し、小塚明彦に続いて2位に入る。1970年、全日本選手権では、樋口豊に続いて2年連続で2位となる。また、日本学生表情競技選手権大会では、第41回と第42回に2位。 第43回に1位を獲得した。引退後は、国内外の大会で審判員を務めていた。日本代表選手団名簿、日本オリンピック委員会、国民体育大会結果、日本スケート連盟フィギュア歴代記録男子シングル、アーカイブド2016年3月7日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、リザルツ・ブック。 二十九祖ウィンター・ユニバーシアード・クラスノワハースック2019。二千十九、二千二十年七月二十三日。閲覧。ありがとうございます。